して最後の1曲を演奏する前にもう一つ覚えておいてほしいことがあります。こちらテマーショルガンという楽器なんですけども、もう一度この本体だけですと曲を演奏することができないんですが、こういった穴の開いたブックというカードを使うことによって初めて曲を演奏することができます。しかし今ではもうこのブックというものを作っている方が本当に少なくなりまして、新しい曲というものがありません。で、これが自分で作っているブックでございます。ちなみにどうやって作るか分かりますか？分かる人シーン。実はですね、これ厚紙を買うところから始まるんです。大きい厚紙を買ってきまして、一枚一枚このサイズにカットをして、ガムテープを使って貼り合わせて本の状態にします。そして耳コクといいまして、音楽を聴いて楽譜に起こす作業をして、これは27個しか音が鳴らないので27音に自分でアレンジを加えて、穴の開ける場所に全部鉛筆で下書きを書いて、カッターとのみという道具を使って一個一個手作業で穴を開けて作っております。この曲はだいたい3分程度なんですけども、完成までにかかるトータル時間はおよそ40時間ちょっとかかっております。家でですね、こう地道にこうやってこう地道な努力があると思います。よくですね、この説明をしないまま演奏しますと、いい曲だったね、で終わってしまいます。いい曲の裏にはすごい苦労話もあるんだよっていうのも合わせて覚えてください。そしてもう一つ、こうやって折りたたんでありますととても小さく見えると思いますけれども、広げると何メートルぐらいあると思いますか？あ、3メートルとか。3メートル、どうかな。3メートルか。3メートルって僕から君よりも短いんだよ。そのくらいだと思う？何百メートルぐらいある。何百メートル、大きく来たね。150メートル。じゃあちょっとね、正解をちょっとやってみたいですか。ちょっとお手伝いしていただいてもよろしいですか。ちょっと広げてみます。普段はやんないですよ。1メートル、2メートル、3メートル。これ全部自分の部屋でやるんですよ。何十メートルとかなんだ。まだこれで半分ぐらい。ちょっと全部広げると大変だからあれだけど、ね、こういうのを全部穴開いてるんですけど、自分で穴開けて作ってるんです。すごいでしょ。みんなもお家に帰ったら作ってみてね。作れません。なかなかね、好きじゃないとやらないけど。作れません。では最後に1曲、こちらの曲を使いまして1曲お送りしたいと思います。10メートルぐらい。後ろから見てもいい？10センチメートルは低いんです。広げると大変なんですよ。OK、 ありがとうございます。後ろから見るのかい？後ろから見るのかい？恥ずかしいな。まあ何もないけどね。なかなかマニアックだな。それでは最後に1曲、スタジオジブリの作品の中からハウルの動く城という映画の人生のメリーゴーランドという曲を聴いてください。Thank you.
さん、今日1回目の私のステージはこのテマーショルガンという楽器を使っているんですけれども、この後、後半2組のアーティストの後にですね、私今度はバグパイプという楽器を使ってこちらで演奏いたします。もしよろしければまたその時に街を止めていただき集まっていただけましたら嬉しいです。この後もいろんなアーティストやこうシャボン玉とかね、面白いのもありますので、今日一日楽しんでいってください。どうもありがとうございます。そして